マイケルでございます。今日の、Vlog ですけれども、道具の整理、そして、ワームの実験計画ですね、こちらの発表していきたいと思っております。まず、車に備え付ける、タックルボックスですね、2つ購入しました。まだちょっとくっついてるんですけども、これとこれですね、これがまた、すげえかっけえ。デオルトの防水防塵ケースです。遠征もできるよう、いろいろ準備しています。タフシリーズ、昔から人気のシリーズです。人気の理由として IP65 相当の防塵防水機能を搭載で、2つ目に高い耐久性と密閉性能で、3つ目がデザインの性能の高さ。14種類のツールボックスを自由にドッキングさせることができます。私はですね、スタンダードボックスの M サイズと引き出し付きのモデルをドッキングさせました。デオルトにはもう一つ T スタックというのがありますけども、性能は少し劣りますが、タフシリーズのコンパクト版であります。これはタフシリーズとドッキングできません。そしてこれタフケース、タフと名前がつきますが、タフシリーズにはドッキングできず、 T スタックにドッキングができるモデルです。同じタフなので僕は間違えて買っちゃいました。この通りタフシリーズには合体できませんので、皆さんもご注意くださいね。まずこちらの下の方なんですけどもね、こちらまあ洋服なんかいるのかな、これはですね、パッキンがあるので、iPhone やカメラ、まあ、パソコンなんかもそうかな、こういった精密機器も汚れから守ることができます。そして、この上の方、こちらのデオルトですけれども引き出しがついてます。これにね、アジングのツールを入れて車に入れておこうかなと思ってます。まあなぜデオルトか、工具メーカーでもあり、防水防塵、まあやっぱりかっこいい男だね。あとですけれどもね、キャリーカートや、ロッドケース買ったやつですね、飛行機も OK を、探してます。っていうか狙ってるっていうか、もう決まってます。で、まず、このデオルトですけども、中身なんですけれども、まずやはりこういったものですね、名宝の、ルアーゲームケースジュニアみたいな、こういうのを、入れてます。ですね、ここ3セット買いました。まあ、これはね、2人でね、状況に応じ好きなように組み合わせて持ち出します。そこでまずジグヘッド、まず、アジスターですね、うちではオールマイティに使ってます。そして、タングステンですね、 TG が欲しくて、ジャゴヘッド、若干、シャンクが長いので、ジグタンでもまあ少し長めのストレートワームが使えるかなと思って、ヘッドのシルエットも、小さいのでシビアな状況に良いかなとも思ってます。穂先もフッ素コーティング、まあ正直プリズムベイトを視野に入れていますね。そして、ギガアジヘッドっていうのを買いました。これメーカーではね、バチコン用ってなってますけども、まあ、基本おかっぱりで使います。もう小アジはいらないということです。そして、メバートですね、まあダートで使うことかなり、まあ、良い仕事をしてくれると思ってます。まあ軸が太い分細いワームにはちょっと、使いづらいかなと思ってます。そしてアジアダージグヘッド、安定のコブラ型で、まあ、縦の釣りですかね、アジバクジグヘッド、これなんですけれども、アイがねちょっと内向きになっててね、張りがかりしやすそう。ただなんかマイクロバーブっていうのが気になってて、まあちょっとバレやすくないのかなっていうのが、気になってます。赤い、まあね、ヘッドはちょっと意識はしてません。で、まあ構造はね、こちらデュオ、スナイプヘッドですね、こちらと同じかなとは思っているんですけど、思っていて、まあ根がかりには強いかなと思ってます。最高稲妻ジグヘッド、なんか名前がすごいですけどね、まあ重いジグヘッドですね、まあ円筒用です。メバスターですね、各種、まあこれね、かみさんが好きな、シャンク長のオープンゲームになってます。次、ワームの方に行きます。はい、もう、マイケル、まあ我々ですけどね、パイロットの時にやっぱりよくストレートワームを使ってます。その中でもアジキャロ、チビキャロ、スワンプですね、一斉の海太郎、まあこれはね、リブとパドルテールですね、この効果は未知数なんですけど、まあまあ
価格帯が嬉しいですよね。そして、これシラスビームでも良いですよね。これこのビヨンビヨン、ただジーグヘッドの針にうまいこと刺さらない、ちょっとこれ慣れ必要かもしれないですけどもね。そして、クリアブルーのアジボーン、特徴はね、あるみたいですが、まあ色が良いと、このゴールドは他にない。そしてやはり、これですね、プリズンベイト、まあ前回ご紹介した通りかな。次ですけどもね、私が好きなバグ系のワームですね、こちらの方を紹介していきたいと思っています。インクスレーベルゼイゴー S、 これは S ですね、これ L かゼイゴー L ですね、両方、と思ってますけれども、カクさん、レオンさん代表を務めていらっしゃいますよね。これやっぱりストレートワームで見切られてる感じで、当たりが少なくなった時に投入してもじゃもじゃさせて使います、そしてウミケムシっていうのがあります。リーブではなくトゲトゲが生えて、まさにケムシ、マテリアルも柔らかく、プランクトンを好んで捕食している時に良いかなと思っています。にゃん。そして匂いもついていておもろい存在になる、マスタッドのピロピロってやつですけども、なんか歴史あるメーカーさんなのかな。尻尾の先が2つに割れているワームツインテールですね。これ初めて買いました。これもね、ストレートワームが刺さらないとき使うかな。まあ安価で嬉しいワームの一つです。まあいろいろとですねご紹介したんですけれども、 今まで避けていたものを使ってみようとも思います。そして今は各ワームを主観的に評価していましたが、これから客観的評価しようと思います。まあね、過去ちょっとね動画でこのようにと、やったこともあるんですけれども、また、それをまたその延長でしょうかね、実験と行う予定なのでいつかご紹介できればと思っています。だからといってですよね、このワームだからとか、私だけが釣れるとかはないです。これらの実験結果から自分でどうアジングを組み立てるか、どうやって5匹のところを8匹にするか、そして、シェードから1匹を引き継ぎ出すか、こういう感覚をつかむための知識としたいと思っています。とにもかくにもですね、魚のいるとこに行ってアジを釣っていかないと話にはなりません。まあできれば大きいものの数釣り、そういったことをやっていければと思っております。ではお後がよろしいようで、 See you